遠慮は見えませんか、ストルスに。そうですね、遠慮はないですね。ですから、ね、本当に遠慮なしに考えていかなきゃいけないですね。馬場さんがよく言いました。今チャンスですからね。プロレスは喧嘩だと、このように言いました。さあ、左のラリアット、右のラリアット。風紀が、川田が後、右左と打ちました。八つがね、そこまで弱ってきたんですからね、はい、ここは一気にもうタッチさせないでね、二、はい、人で攻め込んだらチャンスあると思うんですよね。さっき川田がロンリーバトルになったように、今度は八つを捉えれば、さあ左のキックだ、キック攻撃、あー、しかし研究している、その足を持ってスープレックス、そのままカバーの体勢だが、雰囲気が飛んでいるぞ、ラリアット、八つにラリアット、ストルースの連携が出てきた、ストルースの連携が出てきた。さあ、これが八千代千秋、ダメージが深いぞ、ダメージが深いぞ、空気がトップロープ、何を狙っている。さあ、両の手を広げた、宙に舞った、ラリアット、空中ラリアット、竹内さんが首をかしげた、ちょっと浅かったですね。そうですか、やはりカウント中です、跳ね返されてしまいました。そういえばこの八千代千秋、あの天竜ハンセン組対鶴田八つの横浜大会、あのタッグマッチ、あの時にもこの八つのしぶとさがベルトを守ったわけであります。高橋さん、そうでしたね。そうですね、今日もおそらく八つはとことん頑張るでしょうね。そうですね、その粘りを見せるでありましょう。さあ、やっと、しかしフライングしての2位、まあこれも眉間を狙っています。カウント2でことごとく返していく、ここからが馬場さん、八つしぶといんでしょうね。いや、これはね、やっぱりね、体重の差なんですよね。10キロなり15キロ違いますからね、こっちは僕と違ったら本当にやっぱ大変ですからね。ストレスの弱みはここですね、はい、その分攻め込まねばならない、はい、ですからその分やっぱ回数を多く攻めなきゃいけないんですね。今オレアじゃなくてヤクトールに変わりましたよ。竹内さん聞いてました。そうです ね、 ね、これがやっぱり一人のヤツ現象なんですよね。やはりファンは単なるオレアではない、励ましてるんですね。ヤツになってますね、間違いなくヤツになってますね、はい、さあ、両の拳を握って耐えるヤツ吉役、先輩の胸をクリンとしてパンチを飛ばす風紀、その風紀に円髄を見舞った、安円髄を見舞った。しかし風紀頑張る、安を場外に投げ下ろしました。いや、今日のストレスもしぶとい、今日のストレスもしぶといぞ。このブーイングは竹内さん、ストレスに対するブーイングですね。ああ、そうですか。確かここで鶴田が、あるいは安がブーイングを受けた、その後楽園ホールでありますが、今度はストレスがブーイング。いや、試合の中で目まぐるしくこのコールが変わります。さあ、ヤツコール、ヤツコール、今攻め込まれているヤツにヤツコールが起こっております。さあ、ストルースは後楽園ではこれ大変な人気者だったんですが、さあ、今ヤツが追い込まれている、ミサイルキック、川田、さあ、そのままエビに絡めた、ああ、抑え込みは金星なんですが、カウント2、ことごとくカウント2です。跳ね返しております。ヤツ吉明、ヤツもおそらくは一つ一つ実績を積み重ねて、そして三冠レースに割り込みたいところでありましょう。その八千代千秋、足をすくいました川田俊明、寒さの雰囲気と勝ち、八つが完全にルンリーバトルになりました。どこまで攻めきれるか。さあ、ん、おでこのあたりにトッピングを見舞いました寒さの雰囲気です。竹内さん、八つの動きは徐々に鈍ってますか。相当鈍ってますね。ああ、そうですか。さあ、今度はパイルドライバーです。タイムドライバーをリバースで返した、あのこの後楽園ホールドの名勝負、天竜ハンセン戦を見るようだ。あの時にはハンセンがリバースで返して、そして天竜がカウント3を奪われました。今ヤツがそれを見せました、リバースで返しました。さあ、しかしまだ主導権は正義です。どこで勝つのを見出すか。さあ、体を入れ替えたパワーステップ18番ワンダースイープレックス、これ爆発。さあ、起死回生のタッチ、歌舞伎が出る。さあ、キックだ、キックだ、アッパーブローだ、左左右左右、ニュートラルコーナーに追い込んだ、そしてあー、サイドキック。馬場さん、歌舞伎は後ろに目があるんですか。よく見てましたよ、今 ね、 ねあれだけ長い髪に覆われて、さあ、そのままフライングボディースタストラップ、あ、上に乗っかった川田、なんというカットの方法でしょうか。さあ、しかしやっとそれから川田が、エルボーだ、やっとエルボー。さあ、川田が張り手、しかし崩れたのは川田、リングの中央では風紀と、そしてザ・グレート歌舞伎であります。アッパーブローが入る、アッパーブローが入る、場外転落はサムソン風紀だ。さあ、一進一退の攻防になってきそうだぞ。さあ、試合の権利があるのは川田。さあ、あとキック、キック、キック、キックです、キックが行きます、キックが行きます。安を倒しました。
ザグレート歌舞伎もちょっとダメージを受けています。さあ歌舞伎を、いや川田がニールキック安尾を倒した。そして対角線、これがこの頃フットルースがよく利用している。どちらが先に飛ぶか。さあ冬木が先にフライングボディアタック、これでダメだと川田も飛ぶんですが、あーっと歯を痛めました。馬場さん、カット一人にとっても全日本マットは本当に激しく厳しいプロレスになってきましたね。そうですね、顔面蹴りです。さあ安吉はブルダッキングヘッドラック18番を徐々に出してまいりました。これが底力なんでしょうか。あれだけ攻め込まれていた安が18番を一つずつ出してくる。おーラリアット、ブルダッキングヘッドラック狙い、あーバックドラップ、冬木バックドラップ、やはりブルドッキングヘッドラック、同じ技は2回使えなかった。ストルース成長の後を見せました。さあ歌舞伎がカットに入る、歌舞伎がカットに入る、雰囲気がカットに入る。さあリング上は、さあ大金星か、やっと抑え込むか、ダメ、粘りますね、粘る。雰囲気がカーバーに入りましたが、まだ粘る。河原と歌舞伎は場外、河原と歌舞伎は場外、歌舞伎はこれはやっとスタミナを信じていって、こういう格闘プレーに出ているんでありましょうか。そのやつ、今押されているショルダータックル、雰囲気が勝った、後ろに回った、ジャーマン、ジャーマン必殺、完全無欠のジャーマンです。これは返せない。最後は18番級の18番安吉、ジャーマンスープレックスホールドをやりました。やはり底力と言っていいんでしょうか。大きなヤッツオールをお聞きください。激しいファイト、まさに荒野の乱射、安吉右手を高く突き上げました。馬場さん、やっとファイトをお願いします。いや素晴らしかったですね。ですけどもね、やっぱり、はい、あのフットルースもねよく攻めましたよ。最初はねどうなるかってことかと思ってましたけどね。大田中さん、今度は歌舞伎コールですね。そうですね、ガガッとフットルースは壊れてしまいましたね。それほど安い歌舞伎の攻めも厳しかった。21分9秒、ジャーマンスープレックスホールド、フットルースを破った一戦でございました。